こんにちは。フォトグラファーをしております、花田と言います。今日は撮影で使う小道具についてのお話をしたいと思います。まず一つ目、このロッキングトライヤーという道具です。一見するとカメラの道具とは全然関係ないと思うんですが、たまに救世主になったりします。どういう時に使うかというと、一脚とかの足を伸ばす時にこういった締めるタイプですよね。これ、伸ばしてギューってしちゃうとですね、一日中撮影すると、元に戻らないっていう、ここが緩まないっていうことがありまして、これを使って開けることがあります。締めちゃった。これいいところ締めちゃったらこう、外れないんですよ。まあ、ちょっと調整がコツがいりますけど。なので、あともう締めるパワーじゃなくてもこう、開けるパワーをこうやれば外れる。で、ここを押せばこう外れちゃうので、まあ、非常に便利です。なので、こういう時にトラブルが回避できたりとかですね、ちょっと特殊なネジを使ってる人に限るんですが、普通の三脚ネジを、大ネジって呼ばれてるのがあるんですけど、これを変換する。これがですね、たまに固着するんですよ。手で剥がそうにもするに限って剥がれないし、手は痛くなるし、って時に、これで挟んで、よいしょ、回すことがあります。まあ、こんなことで使っております。なので、こういったのを、一丁あると便利です。もう一つ言うんだったら、ペンチとかより加工なので、まあ、ここも先とかもペンチにもなってるし、挟むためだったらこのためがいいのかなと思います。二つ目なんですが、この六角レンチとかボルトとか、いろいろ入ってる、これ。これめちゃくちゃ使っております。本当にこれの活躍頻度が高いというか、むちゃくちゃ便利です、これ。カメラ機材って意外とこの六角レンチってむちゃくちゃ使ってて、もうこれがよく締めたり外したりしてる。あとたまになんですけど、こういったボルトとか、ああいうのもあったりなんで、これ一丁あるだけで全然撮影の出先でのトラブルとか、その辺が楽になってきます。実際どんなので使ってるかっていうと、このカメラプレートですね、クイックシュープレートかな、フィードの後ろとか、こんなので、これがですね、たまに緩むんですよ、撮影中に。なので、こういったので、こう締めたりとかいうので使っております。なので、こういったので便利です。これが一番便利なんですけど、このタイプはですね、まあ、最低でもこういった六角レンチのセットがあればいいのかなと思います。この辺に関しては精度を求めるわけじゃないので、まあ、安いのでもいいのかなとは思います。ただ、安いとここを舐めちゃったりとかですね、これ自体が壊れることがあるので、その辺のお値段の差はありますので、ご注意をお願いいたします。よく使うのがもう一つがこれですね。コインを開けるための道具です。さっき紹介したのはこれなんですけど、まあ、これ実はここの部分コインネジって呼ばれてるやつで、よく締めるときにこうコインお金を使ってこう回してくださいねって言ったことはあるんですけど、まあ、都合よくお金があるわけないよねっていうのもありますし、なんかパッて出せないよねってことも多々あるので、まあ、こういった道具が実は Amazon 出てます。でこれはもう簡単ですね。そのままこういう風に回すだけっていう、ただそれだけなんですけど、まあただ結構これよく使ったりします。特に僕みたいにこういったクイックシュープレートを使ってる人は必須かなと思います。これちょっとこういった細い部分とか太い部分があるので、なんだかんだ利便性が高いやつになってます。他にもうぞうぶぞうな形になりますけど、なんでついてきたかわかんないんですけど、なんかを組み立てるときについてきたドライバーと、これレンチに見えますが、マイナスプラスのドライバーです。まあまあこういったのもちょっとうぞうぞうで入れております、まあ、それぞれちょっと活躍する現場っていうのがなかなか 100% あるわけじゃないので、まあ揃えてくださいねっていうのは言いにくい部分はあるんですが、他言うと、まあこういったテープとかも実はポケットに入れてたりします。何に使うかっていうとですね、ちょっとここ映ってないんでわかんないかもしれないんですけど、ここにですね、実はここまで行かないとカメラに映らないよっていうのを貼っております。こことかね、ここがいいやと思ってるんで貼ってないけど、あとカメラでいっぱいストロボを持ってる人はここに番号を書いといて、ストロボに A とか B とか貼ってることがあります。じゃないとこう、操作するパネルで、あれ、ストロボって A だっけ B だっけっていう、勘違いを起こすことがあり、まあ一番いいのはもうなんか飲み物とかに自分の名前を書くとか、一緒に来られた方の名前を書いてペッて貼っとくとかね、まあ、これ結構そういう意味で扱ったりします。まあ、この辺とかも100円とかで売ってたりするので、まとめ買いしていつになったら全部なくなるんだろうなーっていう目でたまに見てたりします。
他に結構マニアックな、あまりこれ使うのかなっていうのがいっぱい紹介されるかと思いますが、撮影ライフのヒントになったらいいなと思います。次よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。